どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、裏パトなどを書いております。今日はですね、いよいよこの裏パト、ブランドパトロール、本日も異常なし、某メゾンブランドのあの例のパトロールを題材にした、まあ、漫画でございますけども、こちらが本日ついに第1巻が発売になりました。ということで、発売日にすべきことといえばもう一つでございます。ちょっくらエルパトに行ってまいります。まあ、エルメスというブランドと出会って、こんな漫画も書かせていただいて、店舗へ足を向けて寝れないという日々が続いており、ただ足をどちらに向けても店舗は何かしらあるというので、まあくるくる回ってるんですけども、昨日はね、もう一晩中アマゾンランキングとにらめっこしてました。まあ前回上げた YouTube が大変ご好評いただいて、あのすごい温かいコメント、いいね、ありがとうございます。そのおかげもあってか、あのね、 YouTube 上げる前ね、アマゾンランキングの女性コミックランキングでもう5000位とかだったんですね。5000位、まあ箸にも棒にもという、事態であったんですけども、おかげさまで、あのこの音声を録音している発売日当日の夕方ですね、夕方につきましてはなんと11位まで浮上しております。すごいです。正直びっくりしてます。本当にね、あの100位に入ったら嬉しいと思ってたので、トップ10まであともうちょっとということで、もうダメ押しでこの動画をアップして、一人でも多くの方に作品を知ってもらおうかなという魂胆でございます。なので、今日はすごく縁起のいい日に何か出るんじゃないかという期待とともにエルパトをするという動画でいるんですけども、その前にちょっともっと私にとって足を向けて寝れない存在がございまして、本屋さんですね。本屋さんにご挨拶に行ってサイン本などを書かせていただこうかなと思って、本日、お伺いするのは、ブックファースト新宿店です。モード学園とか入ってる国運タワーのところですね。未来のマルジェラさんとか、そういう人たちがもしかしたら手に取ってくれるかもしれないということで楽しみにしております。いや嬉しいですね。すげー嬉しい。このポップってこっちが用意したやつですか？目立ちますね。サイン本書かせていただきます。嬉しい。感謝の聖剣好き感謝の聖剣好き。ハンターハンタールリドラゴンからのすごいいい位置に置かせていただいて嬉しい。作画じゃないからどうしようかな。ネームっていうか、その僕の絵のクロコちゃんでいいかな。構成とこんな感じで書いていきます。はい、ありがとうございます。はい、これはじゃあ一回止めますか目立つ、すごい目立つ、物欲、はい、じゃあサイン本5冊売り切れごめんという感じで、はい、お願いします。ちょっと動画出てる頃にはもう売れてるかもしれませんが、多分もうエルパト好きな人はこの壁でどこ の何の店か分かるかもしれないエルパト好きな人だと。普通って結構検本ってします？関係者とかにするパターンが多いですね。でも今回みたいな、なんかそのパターンは結構レアです。芸能人とか、まあレアですね。帯とかくださった方とかには送りますけど、別にそれはその帯のなんか帯に載ってるから送りました、ありがとうございましたみたいな形なのでバッチリです。カッピーさん、あの連載決まった時になんか大田区が買ってたのすごいですね。ね、いやバッキー出たらいいですね。バッキー40出たら買う。あのラストマイルって映画見ました？見てもいい、聞いたことあるけど、アメリカのそのバリカリ、満島ひかりがバーキン持ってくる、劇中でずっとバーキン持って、かっこよすぎる。バーキン枕にして寝てるんですよ。かっこよすぎる。あれエルメス好きに見てほしい。今週末見ますよ。
ちょっとすごいです、ね、やばかったですね。やばかったですね。初めてでした。いや本当になんかもうあの嘘つけって言われるのが嫌だから証拠で買おうかと思ったの。すごい。やばかったね。すごい。目の前で。伊勢丹の新宿三丁目のエルメスに行ったんですけど、普通に革小物のカバン見せてくださいって見てる時に、まあないねとか言って、なんかこうやって話してるうちに、なんかカバン出てきたりするもんなんですかねって、うん、その担当さん編集さんがね言ってたら。ギャグみたいな感じでなんか裏から出てきたりすることってあるんですかとか言ったらポンって、ね、いきなりテーブルの上にピコタンが置かれて、ピコタン18、カザックっていうバイカラーのやつ、初めて遭遇しました。いや買うべきだったんだろうけど裏からピコタン出てくるとか、だからそんな発売日に都合よく、うんうん、そんなこと起きねえだろうって思うよね、うん、ちょっとなんかできすぎてますよね。そこで買おうと思ったけど、ちょっとまあでもピコタンなんか特にさ、その本気で欲しがってる人が多いから、うん、ちょっとあれはでもめちゃくちゃ可愛かったですね。すごい素敵でした。おしゃれで、そうなんかそのおしゃれだけどさ、そのベーシックカラーじゃないから、うん、奥さんに黙って勝手に買ってプレゼントするのもなと思って、うん、ちょっと今回は見送りました。いやでもよかったね、いいものを見せていただきました。 いい体験をしましたね。発売日にやばいね、うん、裏からピコタンは相当熱くないだって。いやなんかちょっと夢打ちつみたいな感じですね。かもしくはおい漫画家カッピーが来たからからかってやろうぜっつって出してきたのかって。あいつだろブラパト書いてんのつって、オレンジをからかってやろうぜつって見て、俺らがビビり上がってる裏目で見てめっちゃ笑われてる。もう売れちゃってそうですね。もうないんじゃない。いやいい経験をしました。僕は今から表参道寄って一応入ります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあお疲れ様です。はい、よろしくお願いします。